はい、中学3年生の第6章、三平方の定理ってやつなんですけどね、もうこれが中3の最後になってます。直角三角形限定なんだけど、この縦、横、この90度にね、触ってる奴らを底辺と高さ、別にこれ底辺でこれ高さでもいいんですけど、90度に触ってる2本、それからこのね、90度に触ってないこの棒は斜辺っていう名前があったんですけど、この斜辺のこの斜めった長さも出せるようになるんだぜっていうのが三平方の定理になってます。90度に触ってるこの棒とこの棒、こいつをね、二乗するんですね。で、これも二乗するんですね。で、足すんですね。なんで？サザンが9と獅子16足すんですね。そしたら25になるんですけども、その25がこの長さの二乗になってますと。昔のね、ピタゴラスさんっていう人が発明した定理なんですけどね、斜辺の二乗、この斜めった長さの二乗っていうのは、底辺の二乗足す高さの二乗になってんだぞと。底辺の二乗と高さの二乗を足したら、それの俺は斜辺の二乗なんだぞと。25なんですよね。サザンが9と獅子16足したら、そいつは斜辺の二乗なんだぞと。じゃあ斜辺はいくつやねんって言ったら、懐かしものねえか。25をこうやってレンジ法でね、砕いて。まあ55なんで、ただの5っていう風になります。こういう風に俺はやってますね。直角に触れるその2つの数のそばに丸々三角って、俺名付けてますけど、丸々と丸書いて、斜辺の数のそばに三角書いて、その中に数字を書き込むといいと思います。で、丸足す丸は三角になるんやぞと。90度に触ってるこれとこれが丸担当。で、触ってないこの斜辺が三角担当。この丸の中に9を書き、サザン角のね。で、これは獅子16、16を書き、で、三角にこれとこれを足したものを書きます。こうやってね、丸々三角書いておけば、三角が最強になるはずなんです。三角が一番大きい数にならないとやり直してください。ちょっとどっか間違ってるから、必ず。この斜辺の二乗が最強の数になるはずなんです。これの二乗とこれの二乗足したら、立って90度に触ってる二つの二乗を足したらば、絶対この斜辺の二乗、これが最強になってるはずなんです。この25とか9とか6、16っていうのはあくまでもリアルな数字じゃなくて、二乗の世界の夢の中の数字なんで、本当のセンチメートルではありません。だから本当はっつったら、現実に戻してあげなきゃいけない。現実に戻してるときはね、ルート被せればいいんで、ここは5だぞみたいになったりもします。丸9と丸16足したら、三角25。三角が最強じゃなきゃいけないから。で、ルート被したら5センチってなります。こんなんやってみましょうか。ここに90度作ってみましたんで、ここが5、5、25。ここ、今回はね、斜辺が7って分かってるから、そいつの二乗のここに49って書きます。7、7、49だからね。ここに、足した74、ダメですよ。うん。三角が最強になるようにしないといけないから、ここは何が入ればいいのか。先にこれ分かってる。25分かってる。で、丸、この二つ目の丸足したら49にならにゃならんと。そう。だから49が最強になる案ないといけないから、足して、74ダメなんですね。丸と丸足して三角になるように。25に何足しゃ49になるかって言ったら24を足せばいい。だからここは24書きます。おっしゃ、じゃあここ24線違うよね。あくまでもこの丸と丸と三角っていうのは二乗の世界の数字、夢の中の世界の数字なんで、現実に引き戻してやらにはなりません。現実に戻すためには、この24をガボッと。やべ、ここに書くべきじゃなかった。で、ガボッと。2、6。連乗法でね、こうやって砕いていきます。で、ルートを被せて、外出れるの、よいしょ。外出れるの何って言ったら2と2が、外出れまして、残ってんのは、2と3一人ずつの2ルート6。うん。ここの本当の長さは2ルート6っていう風になります。うん。丸々三角。三角が最強であること。斜辺に三角を担当させること。三角が最強であること。これが三平方の定理の一番基礎になります。ぜひ丸々三角で覚えてみるといいかと思います。こっから続く三平方の定理、いろんな問題があります。